テレビ受像器。テレビはテレビジョン及びテレビ受像器の略語。一般には次のような文脈で用いられる。漢字表記は電子。大きさに使われる単位の1インチは2.54センチメートル。テレビジョンは直接的にはフランス語のテレビジョンに由来し、TV と略されることも多い。なお、テレマイナスはギリシア語の遠く離れたビジョンはラテン語で視界、像の意味である。 日本の電波法では、テレビジョンは、電波を利用して、静止し、または移動する事物の瞬間的映像を送り、または受けるための通信設備と定義されている。また放送法では、テレビジョン放送は、静止し、または移動する事物の瞬間的映像及びこれに、伴う音声その他の音響を送る放送または、信号を合わせ送るものを含む、と定義されている。中国語では、 電信、電話に習って、電子と呼ばれる。19世紀20世紀21世紀日本1940年代、以前1950年代1955年、三菱電機 TV 受蔵機の広告1958年の14インチ、TV セットテレビの世帯普及率の推移1960年代1970年代から1990年代2000年代以降、 フラットハイビジョンブラウン管、テレビハイビジョン液晶テレビテレビ受信機、TV チューナーのようなコンポーネント型の機器もあるが、基本的に複合型の機器が多い。送信書設備演奏書設備演奏書設備を、スタジオ機器ということもある。この場合撮影スタジオに置かれる機器だけを指すのではなく、局舎内の放送関連機器全般を指す。主なものを以下に示す。放送の受信はアンテナ。 または、ケーブルテレビ局などから信号を受け取りチューナーで、選曲され、映像信号に変えられて、テレビ受像機や DVD レコーダー等の録画機に導かれる。アナログ放送もデジタル放送も次の機能や機器によって受信し、視聴や録画を行うのは同じことである。かつては、地上アナログ放送専用のチューナーと呼ばれる単体商品も存在した。これは、 ゴーストキャンセル機能の強化や音声多重機能のないテレビやビデオデッキに対しその機能を提供する目的で製造されていた。エントリークラスでもテレビで5万円、家庭用ビデオデッキで10万円を下らなかった時期に登場したものだが NEC 当選9 9 0年代に入っても生産していたメーカーも存在する。2005年度のフランスカンヌで開催されたテレビ番組の国際見本誌。 ミップテブで発表された統計によると、世界で最もテレビを見る時間が長いのは、日本人で、1日のテレビ視聴時間は、平均5時間1分だった。2位は米国で4時間46分。世界平均は米国より90分少ない。最下位は、中国とスウェーデンの2時間30分だった。テレビ番組の制作に関連する項目には次のようなものがある。 詳しくは制作スタッフを参照。米国の子供は1日平均3時間テレビを見ており、高校卒業までに合計3年間テレビ視聴に費やしていることになる。また近年は生活習慣病の低年齢化も進行しており、I 型糖尿病だけでなく小児でも、通型糖尿病が増加し、小児肥満も増加している。米国の調査では、テレビの視聴時間が長い小児ほど、 肥満の率が高い。テレビの長時間視聴によって運動時間が減り、野菜や果物の摂取量が少なくなるという報告がなされている。CM や番組等でのハンバーガーやスナック菓子やソフトドリンクの映像による刺激がそうした症状の原因の一つともなっている。エレン・ラ・ペルシェルは食品業界にとって小児が大きなターゲットとなっており、 家族の食費の鍵を握るのは子供であると言っている。心理学者のエリック・シグマンは、テレビの主張は子供の健康に悪影響を与え、幼児期におけるテレビの主張が多いほど睡眠時間も不規則になり、免疫システムにも悪影響を及ぼし、自閉症や視力低下、肥満を引き起こす。また、テレビの主張はホルモン、メラトニンの分泌を抑制し、 その結果 DNA 変形を引き起こし、がんの原因になる可能性がある。そのため、3歳未満の子供はテレビを見るべきではないと言っている。また毎日視聴する場合は、アルツハイマー疾患の可能性も高くなる。またテレビ視聴を減らすことで、国民健康保険制度の負担を減らすこともできると提言している。カナダのモントリオール大学と、 米国ミシガン大学の研究では、幼児期にテレビを長時間見ていた子供は、学校での適応能力の欠如、いじめに合いやすい、数学などの学力低下、運動不足、ジャンクフードの過食、肥満度が高いといった問題が起きると発表した。日本小児科学会子供の生活環境改善委員会は、乳幼児にテレビを長時間見せると、言語発達が遅れる危険性があるとして、2歳以下の 子供にテレビを長時間見せないことを提言している。同委員会によると、子供に知識を教えるためにテレビを見させる親もいるが、言語能力は大人との双方向の関わりが必要であり、一方的に聞くだけでは発達しない。同委員会の調査結果では、子供の長時間視聴は1歳6ヶ月の時点における意味のある言葉の出現の遅れと関係があった。 日本の文部科学省は2003年から2004年にかけての調査で t v ゲームが予想以上に暴力性を誘発すること、視力低下などは確認されたが、社会的不適応といった問題については有用性も認められると、もし今後悪影響と良い影響の双方から多角的に研究すべきとした。アメリカのランド研究所の研究によると、10代の男女は、 性病者のあるテレビ番組を見る子供ほど妊娠する、させる可能性が高い。また性病者を含むテレビ番組を最も多く見る子供は最も見ない子供と比べて妊娠する、させる可能性が2倍だった。中国の火災都市法によると14歳の少年がアニメトランスフォーマーに影響されてガソリンを5年間飲み続けていたことで知能障害に陥っていることが分かった。 同作品のキャラクターがガソリンの補給でパワーアップする姿に感化されたという少年は以前ガスを吸い込んでいたという経緯もあった1950年代から1960年代にかけてテレビの構造や原理などを紹介するための短編映画が二本制作されている一つは日本におけるテレビ本放送が始まる前の年に NHK の協力を得て 非映科学映画製作所が制作したテレビジョンでテレビ及びテレビカメラの原理の紹介のほか本放送開始を前にして NHK のテレビ実験局で行われたスタジオ収録の様子なども紹介されている。もう一つはカラー本放送開始の翌年に松下電気産業の企画の下で東京シネマが制作した電子の技術テレビジョンでこちらはテレビを一電化製品として捉え その原理や構造を細かく紹介しているほか、テレビの製造現場の様子も映し出されている。これら2本の短編映画は、現在、科学映像館のウェブサイト上において、無料公開されている。ありがとうございます。